はい、どうもこんばんは。お久しぶりです。皆さん、フランクリン・クリン・クリントンです。イエーイ。あれ、あ、そっか、オフラインだからアクションできねえんだ。アナログスティック押し込んでもアクションできねえ。でもね、ちょっと感動したのがね、このメニューがなんとオフラインでも出てるってことなんですよね。自分もうオフラインはもう本当に5ヶ月ぐらいやってないかな。もう最後の実況やってから5ヶ月ぐらいやってないんで、オフラインはちょっとね、かなり間明かしちゃってるんですけども、久しぶりにね GTA5 買ってオフラインもちょっとやってみようかなって思ったので、ちょっと実況久しぶりにやってみます。なんかね、面白いことやりたいんで、ストーリー攻略とかもやっちゃったし、面白いことないかなと思ってね、ちょっと遊んでたら、やっぱね、このジャンプ中にこれできんの、これ面白いですよね。これを使ってないか面白いことできないかなと思って、皆さんも多分一度はやったことあると思うんですけども、これですよ。いくよ。あ、ごめん、間違えた、そうじゃない、そうじゃない、いくよ、ジャンプして、あ、間違えた、いくよ、もう一回、いくよ、うるせえな、シミよ、何回も電話かけてくんね、ジャンプして、お前、いいの、なんだこれ、今のは予想外の意図、いや、それを狙ってたわけじゃないんですよ、ちょっとうるせえなって、見かけにしろ、おい、お前、俺のさ、パフォーマンス邪魔してんじゃねえよ、整備士、この野郎、お前、SSFC だろ、お前、そんな服着て、おかしい、ジャンプして、これで、いや、ほら、車のボンネットに、着地するわけですよ、で、何がしたいかっていうと、あのフロントガラスを割りたいわけですよ。あー難しい、今割れなかったけど、これね、うまくタイミング合わせると、角度合わせると頭突きして、お前うるせえな、シミオン、撃ち殺しに行ってやる、あとで。で、こうやってうまくタイミング合わせて、難しいんだ、結構ね、四角押してないけど、なんすかジャンプしないっていう。あれ、ちょっと待って、ジャンプしないんだけど、走ってくればジャンプするのかな、走ってきて、難しい、すごい難しい、ちょっと待って、は、今だ、よし、おーっと惜しい。これでタイミング合わせるとフロントガラスに頭突きできるんですよ。お前うるせえよ。うわあ、やばい、むずい。ってことでね、これを何回連続、何回連続で達成できるかっていうのを今回やっていきたいと思います。結構面白そうでしょ？何回連続できるかっていうね。オフライン実況といえばさ、悟空 TV さん、変態おじさん、あのチャンネルがもう最強ですけども、私も結構見てるんですけど、面白くて、まああの人もね、多分まだやったことないんじゃないかなっていう、やったことあったかな、もうね300本近い動画上げてますけども、オフライン実況のあの人ね、かれこれ、すごいよね、ほんとね、よくあんな発想がね出てくるよね、次から次へと。すげえわ、俺だったら絶対無理だ、もう5分ぐらい上げたらもう即死ですよ、俺。よいしょ、ってことでね、今回は窓ガラスで挑戦していきたいと思います。では、行くぜ。てん、うるっ、君よ、マジで、じゃん、まだ、うわぁ、あよし、ってことで、パート1行きます。よっしゃ、行くぜ、パート1。まずは、割れなかった。割れたらパート1スタートね。割れてっからスタート、割れるまでは、ちょっと失敗はなしで。うっせぇ、ほんとに、ちょっと待って、これ、マジスリープできねえかな、これ。ちょっと待って。スリップできねえの、ほんと。ほんとにうぜえ。こいつ、どんだけお前、俺に。そんな急用か？シミオン。こいつをさ、こいつの番号、登録から消せ。登録解除できねえの。登録、こいつブロックできねえの。ブラックリストに入れられねえ、お前。自分の上司だぞ。何言ってんだ、お前。自分の上司をブラックリストに入れるとか、お前。いいよ、会社クビになっても。俺別にグリッチで2億円ぐらい、ね、20億円ぐらい、得た男だから。マジで。グリッチでね、20億稼いだ男、お前、なめんねん、お前。シミオンとかいらねえ、そんな。官庁やろ、お前。官庁してやるよ、お前。マジで、どうすりゃいいん？シミオン、本当にさ、まあいいよ、もう。頑張っていこう。行きますってことで、うわ、もうなんなんだよ、このタイミングで出てくるね。ここぞと思った時に出てくるからね、こいつね、本当に。いいよ、無視していこう。なんかね、ジャンプできない、まず。難しいね、ちょっと待って。さあ、ここで行こう、走ってる。行くよ、うまく狙ってって、行け。ああ、難しいな、これ。やばい。ちょっと待って。あれ、マジでジャンプできない。ほんと、難しいな。あ、いける、よし、来た !1 枚目てらー、1枚目、やってまいりました。ぶっせーな、鉢巻きやろう。おめえ、何デコに鉢巻き巻いて調子こいてんだよ。鉢巻きが取れた。おい、鉢巻きやろら、おい。おい、お前、調子こいてんじゃねえ、おめえ。この鉢巻きなんだ、このやろ、おい。なんだ、この鉢巻き。ウケるわ、マジで。よく、鉢巻き。バンダナかな、これ。2パックがやってたみたいなバンダナだな、これ。鉢巻きじゃねえ、バンダナだよ。2パック懐かしいな。あ、ちょっとお兄ちゃん、待って、僕の頭突き味わってかない？あーっと、超えてしまった。これ、連続何回でできるかってことなんですけども、前からジャンプして、で失敗したらアウトね、カウント。おっ、
ました。2枚目2連続ってことで3連続行きたいと思う。こうやってね、車高が高い車はね結構難しいから避けていこう。これ基本的に不可能なんですよね。やってみると分かんないじゃんって言うけど、あ、これはすでに割ったやつかな。あ、割れてないね、これ。これいける。あ、オラクルだ、旧オラクル。行きましょう。イエフォー、イエーイ、3枚。ちょっと血が飛び散ったけど。いいね。お、こっからならいけ。あ、タイミング難しいね、合わない。今3連続。記録更新中。お、後ろに、後ろに。こいつシミオンか、シミオンか、シミオン、待てごめん。お、お、サイドガラスが割れた。フロントガラスは割れなかったけど、サイドガラス割れたから、まあカウントってことでしょう。4連続です。さあ、5連続いけるか。あ、登っちゃったね。登っちゃったね。お、あの車車高低いからいけんじゃね。5連続いけるか、5連続いけるか、5連続きたー、5連続きたー、やってまいりました、5連続。いったいったいった。おー、すげえ、なんか、おっ、なに、上のガラスが割れたんだけど。上のガラスまで割れちゃったんだ、これ6連続で、え、プラスもう1枚割れてるから7連続、あ、後ろも割れてるから8連続って、ふざけんなよ、お前。普通に5連続だ。ズルすんだ。お、いけるか、6連続いけるか、6連続きたー、余裕だぜ、6連続。やばい、記録更新中です、フランクリン、マジやり手ですね、こいつは。お、あっと、失敗してしまった、フランクリン。こいつは、お、だからいけたか、お、お、これは、これは、これは一応車に登ってる最中に割ったということなので、7連続と認めましょう。いやー、ずるいですね。まあいいよ、割りゃいいんだよ。そう、割ったもん勝ちですから。皆さんは何枚割れましたか ?7 連続8連ああついに記録残念、フランクリン、フランクリン、ここで終わってしまった。7連続ですよね。7連続ですよ、おじいちゃん、おばあちゃん、な、おばあちゃん、おばあちゃん、7連続で、おばあちゃん、おばあちゃん、7連続見てた僕のこと。7連続おばあちゃん、7連続今日はすごい吹っ飛んだ、めちゃくちゃ吹っ飛んだ。7連続、おこいつはなんだ、自動で開く、自動で開く、こんなただの金網がなんで自動で開くの、どこにセンサーがついてんの、え、すごくね、すげえ自動で開いてんだけど、え、無人なんだけど、ちょっと待って、お前ちょっと待ってよ、いって、こいつなんかちょっと、あ、なんかこういうね、動くオブジェクトはね、なんかありそう。当たったらね、多分なんかグリッチとかできそう。グリッチで、なんか数万メーター上空に吹っ飛んだみたいなありそう。ブランコバグみたいなね。これなんかできないかな。すいませんね、なんかいきなりちょっと実況さ、なんか関係ないことやっちゃってんじゃん。おー、痛い、よし、あ、来たー、ボンで、おーっと、なんということだ、脱臼してしまった、フランクイン。そういえばね、次にね、あの BMX とね、バス対 BMX っていう動画も上げてみたいと思いますね。結構面白そうでしょ。あ、痛いてーな、こいつ。こいつの的ガラス割れるかな。とりあえずね、BMX でね、バスを追いかける。BMX だけでバスに勝てるかっていう、まあ、超適当な、具体的に考えてないけど、こっから登って、アタック、あ、ちょっと待って、間に合わない、あ、おー、あおー。